ですね。まあ僕のリスナーさんでもありますし、配信者仲間でもあるいっちゃんっていう方がいるんですけど、いっちゃんから先ほどコメントがありまして、100万円で家を買わないかと、実家が余ってるっていうことで、150万って言ったのか最初。100万でいいや、現生ならっていうことで言ってもらえたんで、ちょっとそれをいろいろやっていこうと思います。いっちゃん、電話番号を教えてもらいたいんだけど、どうしようかな。俺のツイッターに DM 送れる？電話番号。俺のツイッターに DM 送って。いっちゃん。じゃあ電話かけるから。150万で90、100万円で90坪の土地が手に入るんだったらよくない？まあね、悪くないような気がするんだけど。71509、ちょっと待って。OK。スカイプ起動するわ。じゃあ電話、本人に電話かけてみます。スカイプ。はいよ。スカイプ。まあ、買ってみるか。せっかく金余ってるわけだし。090-71。電話します。もしもし。いっちゃん？始まり、いっちゃん？聞こえる？あ、声わかるやん。え？聞こえる？あと、聞こえる？え？聞こえる？いっえ？ちゃん。聞聞こえる？聞こえる？いっちゃん？いっちゃん、こえる。オッケーオッケー。いっちゃんこれ誰の名義の土地なの？妹？妹の土地だったらいっちゃん売ったらダメじゃん。いいんだよ、回れたから、ダメでしょ、俺は。妹。俺は全部みたいな。え？妹の土地勝手に売ったらダメでしょ？いいんだよ、あれは全部動いてるな。いや、ダメでしょ。妹がいいよって言わん。ああ、いいんだよ。え？元は売っていってね。だって妹の名義なんでしょ？元は、俺は買い込まないよ。え？だから、いいんだよ。100万で現金用意することは俺できるよ。正直。できるけど、買うことはできるんだけど、妹の土地を勝手に売ったらそれこそ詐欺。俺は買い込んでないんだよ。何？いっちゃんごめん。なんて？俺は買い込んでないんだよ。妹に、妹にないんだ。妹にお金を渡すってこと？ならいいかもしれないけど、妹は売っていいって言ってんの？言ってまだ、そんなのだ。言ってるんだ。言ってるよ。ならいいんだけど、妹は住んでないんでしょ？そこに。え？妹はどこに住んでんの？その実家に住んでんの？別のところに住んでんの？なるほど。じゃあ土地は余ってるんだ。もうこの家は使ってないんだ。え？ いや、いつぐらいに話まとめればいいの？これ。いつぐらいに買うとか売るとかどうしてく？俺全然買ってもいいよ。この土地、100万で。本当？ネギになってる。ほんとほんと、嘘じゃなくて、普通に100万で売ってくれんなら、現ナマでね。俺、準備するよ。
とりとりあえず、何度も、え？はい。何度も。いっちゃん、滑舌が悪いから何言ってるかわかんないよ。あれ、いわゆる、アバウトのゾーン。ローン？やらないじゃん、お前じゃ。ん？なんで？アレントワン。え？何言ってるかわかんない、いっアちゃレん。ントワン。来いって言ってんの？家、俺んところに。さあ。ああ、いっちゃんの家に遊びに行けばいいの？とりあえず話をするために。わあ、俺が？いいよ。じゃあ大分行くか。大分っていくらぐらいかかるんだろあわあ。だいたい、からみ、往復、う。往新復。幹線で、5分ぐらい。え？往復、往復いくら？4分ぐらい。5 万？4万。4 万。新幹線で。新幹線で4万が高えな。おお、でも、今は、昔、馬がやったら、もっと安いかもね。安い、安いかもしそんうねえじゃん。か。妹さん、そう、妹さんがでもダメって言ったら、ダメになるから、ないよ。大丈夫じゃ、いや、全部、しよう、東京の全部売れちゃうやん。え？同じの、こっちは。あいのちょ。まあ、大丈夫は大丈夫なのね。大丈夫。わかった。ありがとう、いっちゃん。じゃあ、コメントでやりとりしよえ？コメントはやりとりしようか。う。いっちゃん、奥さんいる？今、隣に。誰か、どうせやら、奥さん、奥何もさん。知らないんか。言うから。奥さんと誰話がしか。てみたいんだけど。ねえ。母ちゃんはそこやらんか。母ちゃんいないの？今。いいけど、邪魔やらん。コメントやりとりよ。ごめん、いっちゃん、何言ってるか全然わかんねえわ。コメントでやりとりしよコメントでやりとりしよう。なう。オッケー、わかった。ありがとね、いっちゃん。あ。はい。ねじゃあねえ。ねえ。ねえ。ー。はい。なんかめちゃめちゃ不安だな、これ。めちゃめちゃ不安なんだけど。これさ、これやめた方がよくねえか？これやめた方がよくねえか？ 俺が言うから大丈夫だって言ってたけど、思いっきり名義妹さんだし。大丈夫か、これ。まず、いっちゃんありがとね。なんか不安だよ、いっちゃん、俺。話聞いてる限り。まず、いや、妹さんに凸かけるのもおかしいでしょ。ジェットスターで片道5000円か。大分。あ、安いな。新宿から大分。俺は頭がしっかりしてる。すいません。不安なんだって。ジェットスターでいくらだろうね。ジェットスター。格安。いや、3万かかるぞ、片道。新宿から。飛行機の方が安いの。不安だよね、すごい。悪い人なら現地まで凸して膨大な違約金請求される。いや、そりゃそうなるでしょ。大分、格安航空券。LLC。羽田から見てみようか。ジェットスターって羽田ないんだっけ？成田からだっけ？ジェットスターって成田？成田しかないよ。あ、安いね。フライト5990円。安っ。
片道。めちゃめちゃ、3万5千円？いや、高いな、おい。どうなんだろう。どうなんだろうな。いや、まあ、いい話はいい話だし、まあ、いっちゃんから土地を譲るってもらうっていうのは悪くないと思うんだよね。なんか、配信的にも。配信的にも別に。ねえ。いや、まだ大丈夫、まだ大丈夫。急に行くわけにいかないから。妹さんと電話で話がしてみたいかな、とりあえず。妹さんと電話で話がしてみたい。あと、まあ、その土地をさ、100万で手に入れたとしても、どう使うかだよね。何をするかだよね。どうするかだよな。配信的には面白いかもしれないけど、後で揉めるとか嫌だもんな。でも別にここ、まあ正直言うと100万でもし仮に売ってもらえるとするんなら、別に悪い土地じゃないと思うよ。阿蘇山地下。阿蘇山地下。別に悪くないよ。土地と家もついてるから、まあ建物の価値はないよな。建物の価値はない。大分か。買いたいね。更地にして、まあ転売、できれば使いたいなと思ってるけどね。まあ俺がさ、ほら、死ぬ時とかには売っちゃうかもしんないけど、転売は一応あんま今考えてないかな。土地と家もついてるって。築何年かわかんないけど。まあ悪くなさそうだよな。解体費で300万とか。まあ自分たちでやればいいじゃん、解体なんか。暇なんだもん。配信で家ぶっ壊す配信とか面白そうじゃん。うえーっつって。売れない土地もある。一応、だから住所は送られてて。一応、まあ、駅から近いっていう。いっちゃん、今、キャプるんだけどさ、どれがいっちゃんの、その家か教えて。一応、こうなってるんだよ。どれがいっちゃんの家なの？どれ？いっちゃんの家がどれかわかんないんだよ、俺らは。これが航空写真なんだけど。いっちゃん、お家どれ？築50年。これ？これが家？いっちゃん。それともこれ？多分この辺だと思うんだけど、まあ住宅街があるんだよね。で、住所を検索したらこれなんだよ。どれなんだろう？これかな？多分これくらいの土地だろうね。築50年、これでしょう、多分。これ一体でしょう。野間犬さん、バーガーありがとう。これだ。これ。で、これ、だからこの庭も全部なんでしょ？この庭も全部でしょ、いっちゃん。すげえでかいよ。それでしょ？で、ここもいっちゃんの家なんでしょ？多分90坪ってことは。これ全体でしょ、多分。多分。そうだよね。
だよね。あ、畑作れるぜ。まあ、住宅街っつうか集落だわな。ちょっと引きで見てみようか。で、養護学校が、これで100万安いでしょ？だから普通に買うよっつってんの。で、駅が、どこだったっけな。まあ、国道、ジョイフル本田もあるんだよね。ジョイフル。だから、ジョイフル、小せえな。で、駅どこだっけ？ここに駅があるね。ここに駅が1個ある。違う？よく見えん。え？これじゃないの？いっちゃんの家。これでしょ？違うの？これじゃないの？あ、ごめんごめん。これじゃないの？いっちゃん。これ。90坪だって。大分の、なんだっけ？竹田？大分の竹田で90坪で100万。どうなんだろう。で、一応検索とかでやると、まあ、坪単価5万とか4万とか。いや、住む気はないんだよ。だ別荘的に使おうと思ってんだけど。でもまあ、面白いこと100万かけて面白いことできるっちゃできると思うんだよね。なんか。どう思う？みんな。大分リスナーどう？大分リスナーいる？で、駅どこだ？駅がここにあるんだよね。多摩来って読むのかな？では、森だらけだな、おい。森だらけだな。すげえな。本当に山ん中だね。本当に山ん中だよ。集落って感じだね。多分なんだけど、いっちゃんの話だとだよ。これが家なんだって、これが家なんだって。で、多分ここも、その90坪に入ってるっていう。まあ、車必須っていうか、俺免許持ってねえかんな。Google Earth を入れてない、俺。竹田市からリフォームで100万円のリフォーム代は出るんだって。集落の端って感じだよね。 山ん中じゃないの？山だと思うよ。ほら。 山ん中でしょ、多分。ていうか、もう全部森だから分かんない。 阿蘇山近いしね。 日当たり良好。築50年だからね。阿蘇山がこんなところだね。近くにコンビニないでしょ。こんな感じか。ちょっと待ってね。買う前に免許。いや、なんか別に買っちゃってもいいかなっていう。田舎、セカンドライフ楽しむのに。全然ありだと思うけどね。どうなんだろう。微妙？リスナーさん的には。3D、あ、違う、ストリートビュー使えない、田舎の方は。ストリートビューが走ってないよ。でもまあ、国道沿いな気がするけどね。ここ家でしょ？で、こう行ったら、塗装センター。使えなくはなさそうだけど。まあ、書類はもちろんきちんとするけど。まあ、100万だったら別にでも悪くなくない？そんなに悪いかな、これ。
こんだけ土地あるんだよ。森の中だね。どうなんだろう。どうなんだろうね。崖崩れが気になる。そんなか。なんかでも、これくらい土地があったらさ、プチダッシュ村作れそうな気がするけどね。そう、いっちゃんが売る土地を、田舎の土地を売るっていう話で、100万、150万だけど100万でいいっていう話になって、で、今電話で確認したら、妹の名義だっていうね。2つとも、182と18、だってこの2つを含めて、なるほど、なるほど。この2つを含めて90坪なんでしょ？要はこれでしょ？いっちゃん。これを100万で譲るって話でしょ？要はここの、この辺でしょ？要は。これでしょ？多分ここにこれがあるってことは。でもいっちゃんから譲り受けたっていうのいいじゃん、なんか。いろんな企画できるじゃん、ここで好き勝手。ど田舎住めないよな、確かに。どうやってマネタイズする？俺的にはその原価償却できればいいかなと思ってるから、100万円かけるわけじゃん。どんな企画ができるかな、難しいよな。大体そうでしょ。ここじゃな、何もできねえよな。なんかできるかな、なんかいいアイディアある？もちろんもちろん、そういうのはやるけど、この土地で何かをやらなきゃいけないわけじゃん。100万円かけるわけだから、まあ転売したら売れるわけだから、固定資産税ペイできればいい。どうなんだろうな。太陽光並べちゃうっていうね、ここにね。ああなるほど。いいか、俺は長男だ。九州男児だな。妹の土地を勝手に兄貴が売ろうとしてるからね。それいいね。いいか、俺は長男だ。こってこての九州男児。妹は公務員、公務員なんだ。妹売らないでしょ。妹売らないでしょ。売るの？公務員で。どうする？いや、マジで。これどうしたらいいの？ 100 万ぶっちゃけ用意できるよ、俺。いや、買い手がいないのはいないんだろうな。こんな買わないでしょ、こんなところ。でも正直、100万はお買い得はお買い得なんだよ。正直。で、最近稼げてるから、まあ、土地買うのもありだなぁなんて思ってはいるんだけどなぁ。100万。大分。妹いらねえわ。妹、売りたがってんだ。妹の話も聞いてみたいよね。武田のさらに田舎、使い物にならん。武田の土地わかるの？ちょっと待って、じゃあもう一回キャプチャーしてみようか。武田の市街がどこにあるかわかんないから。武田市ってどれくらいの広さ？武田市役所から遠いな。遠いな。多分、武田の市内がここなんだよ。でしょ？外れだな。だってここに町あるもんね。ここが栄えてるところだ。で、ここだ、いっちゃんの家。で、距離的に言うと、1キロぐらいだよ、でも。1キロもっとあるな。3キロぐらいあるな。3キロあるな。外れって感じだね。武田から。武田市役所がこれだから。外れだね。どうなんだろう。どうなんだろうね。微妙だよね。武田行きが中心。そしてもう一回見てみようか。武田行きが中心ね。
武田駅どこ？これだ。武田駅がこれだ。豊後武田駅。で、武田駅がここで、ここね。これが武田駅。年間10万ぐらい？そんなかかる？だいぶ外れてるね。だいぶ外れてるね。武田駅がここで、この国道をバーッと行って、バーッと行って、バーッと行って、ここだ。これは土地は高いと。どう思うみんな。これ不動産に詳しいリスナー。だから、ター君とかに聞いてみたいけどね。ここ。武田って読むんだ。ここね。外れも外れだな。川で下っていく？川がどこに通ってんの？川なんかないけど。川？川どっかある？見当たんないな。糖質の禁止三者に騙されてもいいなら買えっつって。川なんか見当たんないよ。うわ、微妙だなこれ。微妙だな。だったら、あの、千葉県の、なんか、なんつうの？ねえ、外れの方に買った方が、うん、確かに、八街とかに買った方がいいような気はするよね。八街とかに、なんか、埃が舞うところに土地を買った方がいいような気もしなくもない。うん、だよね。遠すぎるよね、いくらなんでも。処刑費は買う側が必要、収入印紙も。ちょっと現実的じゃねえか、大分は。とにかく俺のアパートに来いっつって。いやー、いっちゃんね、ちょっとね、ちょっとね、ちょっとだな、これは。どうなんだろう。そう、関東の田舎の方が俺はいいような気もしなくもないね。そう、交通費が、だって片道4万、ね、往復4万かかるわけでしょ？うん。遠いよな。まあだから転売するんだったらいいけどね。うん。あの土地が栄えることは絶対ないよね。あそこに駅が建つことは絶対ないよな。うん、ちょっとなぁ。そうだよね。関東だよね。うん、確かに。わかんないよ。あそこにディズニーランドできるかもよ。うん、いや、面白かったけど。100万からさらに引け？いや、いらない。いらない。いらないな。100万からもう、150万つったのに100万になってさらに使え。もう売りたくてしょうがないっていう。80万とかでもいらない。うん、あそこに土地開発するとかね。大分。うん、武田っていうのはちなみにどれくらいのレベルの町なの？大分でいうところの。登記簿変更っていくらくらいかかんの？うん。ちなみにディズニーランドって富士急ハイランドの土地と今のディズニーランドの土地を迷って空港が近いからっていう理由であそこになったんだよね。だから富士急ってディズニーランドのあそこに建てようかなっていう計画都市だったんだよね。そこを跡地に、あの、作ったんだよね。確か。
そう考えるとアクセスとかさ、土地の値段って難しいよな。まあ話なんか持ってこないよな。分かってる分かってる。ゆかり。竹だね。竹だね。うん。ちょっと顔洗ってくるわ。顔ベトベトするから。よいしょ。どうも、和道音声 和道音声開くの？お前ら、本当にめちゃくちゃなこと言ってるな。
回収できないよな、これな。スコップ持っていく 石油出たりしてな、意外とな。名義変更ができないと。100万で買うのどうなんだろうね。その不動産に詳しいリスナーに聞かないと分かんないよね。不動産に詳しいリスナーがいないから。カー君に相談してみようかな。段ボールとか。段ボールも確か不動産業だから。まあさ、その100万で売るっていうのはさ、明らかにもっと高い、近ければいいんだけどね。妹に電話するから5万交通費出してやる。そんなに売りたいの？ なんでそんなに俺に買ってもらいたいのよ。なんか意地になってるでしょ、いっちゃん。なんでその俺に譲りたいのよ、それを100万で。バカありがとう、おまるさん。誰か専門家いねえかな、不動産の。で、買ってもなかなか行かないし、どうやってその土地を活用していいかも俺ノウハウがないから。ただまあ100万が安いのは事実だと思うよ。その100万で売るっていういっちゃん、の気持ちはすごいありがたいんだけど、その、あの土地を、例えばさ、誰かが住むって言って、その、曲がりでもいいじゃん。家賃2万円ぐらいで一軒家で90坪っつって、誰か住むっしょ？多分地元の人が。ああ、まあまあまあ、気持ちはわかる。そうそう。誰かにね、仲のいい人に譲りたいっていうね、格安でもいいから使ってくれよっていう気持ちは伝わるんだけど、だったら向こうの不動産屋と契約して、2万円で済ませるとすんじゃん、田舎の方で。多分2万ぐらいでしょ、一軒家90坪。で、誰かが住むとするじゃん。そしたらどうなんだろう。年間24万でしょ。まあ、ペイはできると思うんだよ。で、安いでしょ。多分2、3万で別に貸し出せばいいんだよね。その地元の人に。和道が言って、恨んで手のひら。それはもう配信的には爆笑だよね。何なんだよっていうね。じゃあ、カー君いねえかな？誰かいないかな？不動産とかそういう。多分それくらいだよね。古民家でシェアハウス。ちょっと待って、段ボールに聞いてみるわ。段ボールに聞いてみるわ。ちょっと待って、不動産に詳しいリスナーに聞いてみる。カー君か。ちょっと待って、段ボールに聞いてみようか。段ボールに聞いてみるわ。いや、なんかリフォームとか、だからその辺を詳しくね。いや、古民家でシェアハウスは無理でしょ。シェアハウスが成り立つのは、あれだから。古民家でカフェって、そんな人がいない土地でカフェなんか開いてどうすんの？出ねえか。ちょっと待って、カートンに電話する。
散々俺したいことしたから、奉公したい。ああ、なるほど。どう、まあまあ、気持ちはわかるけど、まあ、妹さんの土地だからね、そもそもが。そもそもがね。そもそも。どうすりゃいいんだろうな。まあだからね、100万で、なんか温泉でも、まあね、電話してみよう。田舎の家は価値ないよね。難しいな。不動産売買やってた。100万円で、竹田の土地で、例えば100万で譲るって言ってんだけど、どう？90坪100万。だから誰か地元の人住まないもんなのかね？これ。どう思います？タカちゃん。これが90坪で、まあ一軒家、築50年の家と、ここに庭があると。これ100万で譲るって言ってんの。どう思う？で、駅どこ？駅が、どこ？駅がないな。駅どっかにあるんだよ。ん？駅どこ？駅ここ。駅ここ。で、ここが家。ここにも駅あるかな、一応。テレビで古民家をシェアハウスにしてニートを集めて地域の仕事をさせて給料をギルドマスターがもらってた。ああ。だから土地の建物は意味ないよな。大分県。大分県の竹田市。竹田。大分。大分のこの土地を100万で譲るって言われてんの。価値はない。大分。プロから電話かかってきたから、ちょっと待って。もしももしし？もし。かくん、ごめん、忙しい。ごめん。忙しいところごめんね。いえいえ。なんか、リスナーさんがですね、大分の土地を100万で買ってくれって言ってんだけど、どういうもんなんだろうと思って電話したんだけど。もしもし？電波悪いっすかね？もう一回言ってもらっていいですか？ギトギトだったです。ごめんなさい。こっちも電波悪いんもしで、ももう一回し。かけ直しますね。OK です。はい、すいません。はーい。もしもし。もしもーし。お疲れ様です。今大丈夫ですか？少し。あれ、電波悪いな。なんだろう。もしもし。もしもし。電波ですね。悪いっすね。じもしゃあ、もし。どっちの問題なんだろう。俺かな？カー君かな？いや、俺かな。ちょっと待ってくださいね。了解です。今回すぐ。はい。すいません。ごめんごめん。自分ならただでもいらない。そんな感じの。賃料取れないのか。そっか。やっぱ人口がないと無理なのか。そもそもが。なるほど。なるほど、なるほど。なるほど。トムさんいらっしゃい。いや、土地を買って売りたいじゃなくて、地元の人に貸したりしたら、採算取れんのかなっていうことを知りたくて。買いなのかどうなのか。不動産のことなら、みやびくんさ、大分の土地90坪を
100万で買わないかっていう話が来て、それってどうなんだろうっていうことで議論してたんですよ。で、不動産、みやびさんもそういうことか。そうそう。で、これがその土地なんだけど、その大分の竹田っていうところで、で、この土地、90坪で100万円で売るっていう話が来てて、これを。で、どうなんだろうみたいな話をしてた。庭、この辺の庭と、この築50年。だから、全然わかんないから、集まってきたね。賢者たちが。売り抜けたいけど買い手がいない家。はあ。固定資産税って年間いくらくらいかかるんだろう。どれくらいかかるもんな。宅地じゃないかな。現実的じゃない。これはじゃあみんなの意見は買いじゃないってこと？ライン通話全然お願いします。ライン通話、不動産売買やってんだ。そうな、あ、ちょっと待ってね。ちょっと待って。ちょっと待って。もしもし。あ、すいません。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。なんか、今、リスナーさんからですね、100万で90坪の土地を買わないかって言われて、面白いってなってたんですけど、大分なんですよ。大分なんすか。大分か。で、もう超田舎大の、分。竹田っていう土地で、で、なんか採算合うもんなのかなとか思って。人口的にはどんぐらいなんすか。竹田ですか？ちょっと今、竹田市検索しますね。竹田市、人口と。で、一応その坪単価見たら4万とかなんですよ。人口つはもさんだよ、まあ。2万人かな？2万人。2200、2200、人口、2226万人です。竹田市は。2226万人。はい。いや、100万っすよね、でも。はい。土地だけっすか？土地と築50年の建物っすね。築50年。はい。いや、採算取れないですね。やっぱ取れないですか？取れないです、取れないです。あ。建て直す50年ですもんね。だって、まず、はい。50年の家をリノベーションしないといけない、どっちにしろ。リノベーションするのに、結局お金がかかっちゃうんで、はい。はい。ああ。どのぐらいの、あれにするかにもよりますけど、基本的にリノベーションかけて、今50年、まあ、田舎でもはい。借りる人が少ないんで、なるほど。そうなんですよね。僕も今、徳島の方にいるんですけど、はい。徳島の方でマンションはい。近くなんですけど、駅の近く、まあ、都市の駅の近くなんですけど、はい。でもそれでもかなり今、家賃が下がってるん状で、態なんもうちょっとだ。外れちゃうと結構きついですよ。リノほう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 。ベーションにいくらかかるかにもよりますけど、なるほど。いや、みんそうなそう、そう言っ家て自て、体、結局、ただでもいらないっていう結論になってるんですよ、今。で、まあそう、まあただだったら、はい。正直100じゃなく50とかで土地ついてますっていうんだったら土地代として考えて、はい。で、土地で何するかっすね。なるほ周りにど。何があるのかにもよりますけど、何にもないっすね。何にもないんだときついですね。何にもできないんで、要するに。ああ、わ結かりました。局、専門家の意見そがうなんです必よ要だっね。ていうことで、各に凸しようってなったんですああ、よ。そうですね。全然全然。こっちに戻ってくるそのれいつは、頃っすか？今週の半ばかなには戻ります。了解です。待ってまなんす。でその時にまた仕事の話で。はい。よろしくお願いしまます。たお願いします。すいちょっませとん。なんかご飯でも行きましょう。ぜひぜひ。お忙しいところすいません。なんか。あ、いえいえいえ、全然全然。ただそはの、い。大分きついと思います。100じゃ。大分100じ100ゃでき、買う人がいるんであれば、あれですはい。けど、まあ、転売目的っていうわけじゃないですけど、土地の運用するんであればですけど、でも結局、周りに何もなくて、駅も微妙だと思うんで、田舎だと。なんで、ですよ微妙ね。だと思います。なるほど。東京でも足立区の方でも、はい。今、
北千住が今住みたい町に入ってるんですけど、はいはいはい、北千住、南千住が今入ってるんですけど、そこから、うん、綾瀬っていう地域とかがあるんですよ、北千住の近くに。わかります。綾瀬とかの方もかなり今下がっちゃってて、はい、まあ、リノベーションしたマンションで6万ぐらい出てるんですよ、1L、はい、ぐらいで、マジですか。はい、東京の単価でそのぐらいなんで、多分がっつり下がっちゃうと思いますね、うん、そっちだと。なるほど。住む人がいればですけど、難しいですよね、運用するには。なるほど。自分で住むならまだしも、もうじゃあ固定すのは難しいっていう。難しいですね。わかりました、ありがとうございます、はい、っていう形でしてませんけど。いい、はい、すいません、お忙しいところ、はい、あ、いいえ、とんでもないです。ありがとうございます。また連絡します、僕の方から。はい、待ってます。はい、申し訳ないです、お願いします。はい、失礼します。はい、失礼します。やっぱりね、今リスナーさんで不動産で儲けてるた、あのカー君っていう人なんだけど、厳しいっていう判断で、今みやびさんからも専門家の意見が来るんで、あ、来た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 。お疲れさんです。あ、お疲れ様です。すいません、お忙しいところ。とんでもないです。あれ、みやびさんって不動産関係なんですか。不動産の土地とか、あと開発、はい、あと戸建てとか注文住宅やってます。あ、そうだったんですね。で、はい、ちなみに大分でそこの場所が市街化調整区域だった場合は、はい、あの農転してなんだかんだしたらまず、はい、あの莫大な費用がかかるということが第一点と、はい、あと一番あの和道君でも分かりやすい、そこが例えば、まあ、賃料として貸して妥当なのか妥当じゃないか、はい、素人の人が見たときに一番分かりやすい方法っていうのは、はい、その大分県のそこの町あるじゃないですか、町および近郊を数も、スーモ、はい、はい、インターネットのスーモで、はい、スーモで、検索してみてください。スーモで、そうすると、はい、一戸建てスーモとか、はいはい、あとそこのマンションアパートの大体の、はい、まあ一戸建てをベースとして考えてくれて、そこの賃料っていうのがあると思うんですよ。賃料、はい、でそれが築何年でいくらなのかっていうのと今のものを照らし合わせたら、そしたら採算取れるか取れないかっていうのがもう確実に素人の人でも分かります。ですね、一件も出てこないって、はい、ということは、はい、まずそこに需要がない。スーモに一件も、そうですね、一件も出てこないですね、スーモには。はい、あと、はい、まあ、レインズとかアットホームっていうので検索してくると出てくると思うんですけど、はい、なるほど、ニーズがない、まずないですね。築50年だと確実に、はい、水回り関係とかそういったところも外装、はい、あの内装工事っていうのが必要なんですよ。はい、で、まあ、そういったところをやっていくと、はい、まず50年経ってるんで絶対的に、はい、もういっぺんぶっ潰して家建てないとそれ無理ですね。はい、ああ、やっぱそうなるんですね。ちなみに僕のところにこの間入ってきた土地が大分県の方の山奥で、はいはい、まあ、人口が1万人ぐらいのところだったんですけど、はい、300坪で、はい、200万で買わないかって話が出てきてましたから。あ、はい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 、なので全くもってそこは採算が取れないかと思います。ありがとうございます、プロのご意見を。なので、とんでもないです、リスナーさんが言われてる通りなのかなという。なるほど、わ、かりました。プラスそこに、はい、そこに100万円で買うということは、はい、あの要はそこで登記関係とか全部やっていくわけじゃないですか、はい、司法書士の、はい、そういったものだけで大体どうかな、はい、まあ、安く見積もってまあ30万ぐらいはかかってしまうので、あ、なので130万で買わなきゃダメだっていう計算になってくるんですよ。なるほど。ちなみに固定資産税ってどれくらいかかるんですか、はい、こういうものって。こと税はその建物と、あと、まあ、はい、まあ、敷地面積っていうのはほとんど関係ないんですよ。はい、ほとんど、はい、まあ、一般的に駅から近いとか小学校中学校商業施設が、はい、近くにあるとなれば固定資産税というのは高いです。でもそういったところだと、はい、もう固定資産税というのはもう ほとんど、はい、まあ、どうなんかな、築50年ですよね。築50年ですね、うん、まあ、1万か2万。あ、年間1万か2万っていう。ええ、あ、じゃあもう遊びで買ってなんかそこでなんか遊ぶっていうんだったらいいかもしれないけど、はい、あの資産価値はほぼないっていう状態なんですね。資産価値は正直そこの僕たち、はい、あの業者間で、はい、あの和道君がそこどうしても買いたいって買いたいとかすごく興味があるっていうのであれば僕たち不動産間で見れる、はい、そこの土地相場っていうのが見れるんですけど、はいはい、でもそこまでグイグイじゃないんだったら、はい、調べるまでもないのかなと。なるほど、はい、前の制約事例っていうのがあるんで、はい、なのでそこで調べていけばすぐ分かるんですよ、大体いくら坪の単価っていうのは、はいはい、でも正直そこはもう微妙っていうか、
買わないですね。あ、ありがとうございます。ご意見。はい。はい、勉強になりました。はい。また、何かあったらぜひ絡ませてください。お願いします。お疲れ様です。ありがとうございます。すいません、余計なアドバイスで。失礼します。失礼します。はい。いや全員買わないっていうね。プロが全員いらないっていう、この流れ。いっちゃんどうなのよ。いっちゃん。いっちゃんどうなの？いっちゃん。あ、すごいね。不動産屋は絶対いらないっていうね。安い家買うのは簡単だけど、売るのが大変ってことね。いや、リスナーはすごいですよ。インターネットやってて、何がいいって、いいか悪いかをすぐ教えてもらえるって。酒出しでは俺の土地買いたい人多いんじゃん。これいいね、いっちゃんのね、これがいいね。武田氏では俺の土地買いたい人多いんじゃつってなめんなよっていう、このにわかがっていう、武田氏では俺の土地買いたいの多いんじゃつって、あー高台だからね。あー面白い。引退して住むっていうんだったらまあまあいいんじゃないかな、田舎に引っ込むっつうならね。うん、プロは買わない。一応は売りたい。どっちを信じる？しかも、何が面白いって、これ、いっちゃんの名義じゃないっていうね。妹の名義だっていうのがさらに面白い。じゃあ、最初150万って言われたのよ。で、100万って言って、今なんて言ってるかっていうと、もういくらでもいいっていう。好きなだけ値引けに変わったんだよ。うん、すごくない？150万で買わないっつって買わねえよっつって100万って言われて、で今現時点でもう100万からいくらでも引けってなってるの。お疲れっす。沖縄はちょっといいよね。沖縄ありだよね。でもまあ100万用意できるようになったんだからまあいいよね。配信者で昔だったらさ、100万円なんて持ってないわけじゃん。それこそ牛丼食べたいって言ってた配信者が100万円で土地買おうかなっていうさ、話題ができるようになっただけね。うん、いっちゃんありがとね。でも和道教団のサティアン作るってこと？まあそうだよね。プロ欲しい物件は本当欲しいと言わないけどな。あ、まあそりゃそうでしょ。うん。相続放棄した方がいい。まあ固定資産税はかかるでしょうね。うん。とりあえず遊びでっていうんだったらまだわかるけど。沖縄土地高いんだ。いや、皆さん参考になりました。ありがとう。あ、もしよかったら1時間経ったんで、アイテムいただけると嬉しいです。1時間に1回アイテムタイムを設けております。2分間音楽を流すので、お気持ちで風船1個でもいいのでください。よろしくお願いします。安彦さん、バガープレゼントありがとう。安彦さん、ありがとうございます。あやさん、バガーありがとう。ねぼすけさん、風船ありがとう。ゆかりんさん、風船2つありがとう。サータンさん、風船プレゼントありがとう。マモーさん、風船10個プレゼントありがとうございます。木村太郎さん、風船プレゼントありがとう。ベリーウォーカーさん、風船プレゼントありがとうございます。ジャーニーさん、風船プレゼントありがとうございます。みんなありがとう。サトシさん、風船プレゼントありがとう。あー、ライパチさん、ごめんね。お気持ちでいいんで、本当に1時間楽しんだら次の枠で、次の1時間後のやついいんで、すいません。なんかライパチさんありがとう。風船ふわふわさん、風船プレゼントありがとう。クソカスコース、バーガープレゼントありがとう。ありがとうございます。
ラブドラさん風船プレゼントありがとう。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ご覧の番組はアイテムをいただい、アイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。じゃあ雑談しましょう。はい、まいちゃんありがとう。まあ、勉強になるわな。でもいつか土地は手に入れたいよな。やっぱ自分の家ね、小さくてもいいから自分の城は手に入れたいっていうのあるよな。おい、ふわふわさん、バーガーありがとう。ありがとうございます。でもなんか、思うんだけどさ、不動産関係のリスナーさんってやっぱお金持ち多いよね。羽振りがいいっていうかみんな。不動産って儲かるんだな。ああ、これくらいかかるんだ。あ、みんな同じこと言うね。みんな同じこと言う。やっぱ、建て替えとか維持費ですごいかかるって。風船プレゼントありがとう、たまごさん。いい物件は他の人も狙ってる。まあそうだよね。田舎はスーパーあっても潰れるのでやめた方がいい。あー。チョクさん、こんにちは。前にベンちゃんと琵琶湖付近で家が450万出てて、平屋でよかった。はい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 。あ、不動産の話なんだけど、結論がもう出ちゃって、どうしようもならないっていう。いいね。100万円で買って家を燃やすっていうね。ガソリンで火をつけると。YouTuber 的なノリね。あ、それね、そういうなんかバカなことやる。面白いね。100万円で買った家をぶっ壊す。それね、100万円、動画再生数で100万円稼ぐっていうね。ああ、頭いいね。クソカスカオスね。それはいいかもしれないよ。土地を買って保険金をかけて火事になるとかね。100万ね、今来てる話は。リゾートマンションとかで50で売りに出されてるけど誰も買わない。あー、なるほど。みんなさ、初めて土地を買ったのっていくつぐらいの時なの？一軒家を買ったりって。俺今32歳なんだけど、ちょっとね、いろいろ考えてんの。身に余るお金が収入が入るようになったから、このお金を何に使おうかいろいろ本当に考えてて。で、今選択肢で考えてるのが、歯科矯正しようかなって。歯並びが悪いな、ほら。下の歯が。ぐちゃぐちゃなの。ひどいでしょ？上の歯は綺麗なんだけど、上の歯そうでもない。ここがくぼんでるぐらいで、下の歯がやばいな。だからまあ、タレント業だから、歯を直そうかなとか。あ、18歳か。サバゲーフィールド。自分の家でも放火って捕まるんだ。自分の人生ワクワクしますね。はい。すごい楽しいです。今やりたいことできてて、もう本当に青春を取り戻した感じがして嬉しいですね。なんか人生で今一番楽しいです。歯並びってさ、ちなみにブラックなんだけど、ローン組まないと無理だよね。なんか、ローン組まないで歯科矯正できるところってあんのかな？歯直したいんだよね。上も直したい。両方ともせっかくだから。会社設立か。それも考えたんだよね。30万ぐらいで登記しちゃうっていう。みーすけさんはどつ？50万なら買うかっていうか、もう買う選択肢が今薄いよ、いっちゃん。今。ありがとう、ポポさん。上下で120万ぐらいか。
配信の前何、会社経営やってたかな。年収1000万超えたら人生少し楽しくなる。今年収で言ったら俺300万ぐらいなのかな。まあだけど配信で300万ってまあ悪くないよね。金を儲かるところに運用すれば楽に家なんか建つ。社区要請高いよね。だからミニ四駆に1万5000円かけてる場合じゃないんだよ俺は。もっと正しいお金の使い方を勉強していかないとなと思ってて。いや、ワクワクしてますよ、本当に。だってさ、やりたいことで、俺夢だったんだよ。配信で飯食うのが夢だったんだけど、今夢の中にいるんだもん、この数ヶ月間。街歩いたら和道さんですよね、って声かけられるんだよ。写真いいですかとか、いつも見てますとか、今度花火あげますね、って。今度花火あげます。誰もよこさないけどね。和道さんだ、写真いいっすか、絶対花火投げるんで。花火投げないけど、あの街で出会った花火投げるって言ってた男の子たちはいつ投げるんだい？いや本当にみんな言うの、今度絶対花火投げるんでっつって。投げない投げない、待ってるんだけどな。年収1300万、月手取り90万あっても生活楽じゃない。あ、全然俺楽だけどな今。まあ、楽しければいいじゃん。いい言葉だね。親父が姉子に住居壊されて無理やり養老院に入れられた。壊し代に200万円。歯の噛み合わせで体調とかも変わってくるからやった方がいい。なんかだからローンが組めないからそこをクリアしたいんだよね。いや、家はね、買わない方向になってる今。熱海か。まあ、もうちょっと頑張る時期かな。まだ投資とかよりも配信業で、ほんと多く稼ぎたいかな、俺は。配信で今、億万長者狙ってるんで、応援よろしくお願いします。結構笑われるんだけどね。配信で億稼ぐとかバカじゃないのって本気で言われるんだけど。本気で考えてるんで。解体費は上昇気味なんだ。俺もいつか花火投げますよ。いつになるかわかんないけど。ありがとう、風船。歯科医院が自分のところで分割やってるとこある。あ、マジで？ナマズさん。電波届くならね。10年後配信業なくなる。次の展開考えよう。ね、10年後多分なくなるとしてもバージョンアップするだけだと思ってて、俺ブログの流れから来てると思ってんの、この配信っていうやつが。だから別になんか文字ベースから動画ベースになって映像生放送ベースになってって言って変わってるだけだから、和道っていうネームバリューさえ担保しておけばなんとかなると思ってる。で、なんか全部の配信サイトがなくなることはないと思ってるから、マーケットはどんどんでかくなってるから、そこはあんまり不安ないかな。なんか全部のその個人がインターネットで活動できて収入がなくなる場所がなくなるって考えるのはよくわかんないかな。まあね、ある程度その食えるように食い込めたっていうのはありがたいし運がいいなと思ってて、まあ、頑張ってきた甲斐あるわな。よかったよ。あ、まあ引っ越しも考えてるよ。不労収入、俺ね、不労収入掴んだことあんのよ、ネットワークビジネスとかで。不労収入っつってもね、俺誰よりも働いてたから、なんか労働収入だなこれって感じがした。不労所得なんか世の中ないよ、それが俺の結論。10年後よりガツガツ稼ぐ方がいい。いや、俺は今とりあえず10年以内に配信で1億円プレイヤーになればそれでいいと思ってる。ネットテレビ。俺もそういう読みかな、究極さん。なんでかっていうと、普及台数、テレビの普及台数とスマホの普及台数考えたときに、マーケットが全然でかいと思ってて、だからまだまだ食い込める、
食い込めるっていうか収入は上がっていくとは思ってる。ただいつその業界が崩壊するかっていうのは分かんないことだから、それを考えてもしょうがないなっていうか、少なくともネットタレント楽しいからやってるのは、それで稼げたら全然それでいい。そもそも食えてること自体がありがたいことだから、うん、多分もうこっから先なんだろう、食えなくなるっていうことはないと思ってるから、ネームバリュー的に考えて干されるっていうのはもう打破したかな、自分の中で。2万5000か、うん、そんな感じかな。あー、俺も戦争起こりそうな気がするね。嘘、飛び降りあったのマジで。もったいねえよな。せっかくもらった命をさ、どうせ死ぬんだから楽しめばいいのに。俺はなんか自殺者が出てくるともったいねえよマジで。ねえ、楽しかったらいいじゃんね。なんかもったいねえ。だって何でもできるじゃん正直。俺も死にたいと思ったことあるけどさ、せっかくだから楽しめばいいのに、もったいねえよ。絶対死ぬんだもん。だったら楽しんだ方がよくない？そうそう、今しか楽しむことできないから、俺は今が楽しければそれでいいね。そう、その命をね、誰かに譲ることもできないけどね、なんか悲しくなるね、自分から死ぬっていう選択をしちゃう人は、うん、もったいない命が。自殺は悲しい。チェスターが死んだ時も思ったね、なんか、うん、残念だったよ。もったいねえなーと思って。これ楽しんでるよ全然。今ミニ四駆にハマってる。あ、今65なんですね。元気っすね。資金調達の仕事。おー、そうなの？マジで？へえ、そうなんだ。アバンテ。俺が買ったのはね、ビークスパイダーで、のんちゃんがなんだっけな、のんちゃんのやつも買った。俺のはこれ。もうだいぶ仕上がってきたよ、ビークスパイダー、うん、結構まあ金かけただけあっていいデザインになったよね。あとは塗装やろうかなと思って、ラッカースプレー買ってきたから。こんな感じです、マイビークスパイダー。いや、なんかね、不労所得が欲しいっていうのはないんだよね。気のみ気のままで稼いでいきたいっていう。なんか楽しいことをお金に変えるっていう新しい生き方っていうかさ、遊んで金稼ぐっていうのがテーマかな、俺の中で。遊びを仕事に変えたいっていう。結構これが大変なんだけどね。なかなか難しい。新しい電池、ほうほうほう。
本当使ってテントブラシしながらただ解体配信でもね、何かの企画1個に100万かけるってやっぱね、それはなんかどうなんだろうっていうのはあるけどね。ああ。電池は金になるんだ。でもそれって科学者の仕事じゃない？金のために何かをやるじゃなくて、なんか世の中を変えたくて金になるっていうのが俺正しいと思ってんだけど。俺はそういう風に思うよ。俺はただ配信が好きだからやってて、でそっからプラスになればいいなって1円でもって思ってるけど、配信を極めたい。とりあえずガニオさんはどつ外回りの仕事は駐車場禁止で罰金だらけで利益がマイナスになった。あー大変だね、うん、あーそういうのもあんだ、うん、おいペコポコランドさんハートプレゼントありがとう。ありがとう。あ、俺は全然わかんないな、電池とかな、頭悪いから。あ、フォローありがとうね。フォローありがとう。免許は取るつもりあんまりないかな。東京で生活しててあんまり免許必要だなと思わないんだよね。今のところ必要はないかな、うん、明日からハロワか。ああ頑張ってよ、うん、はい。ピーマンワード2アメリカからかな。いらっしゃい、いらっせー。和道さん今配信だけで生活できてるのですか。すごい。配信、そうだね、配信だけだね今生活できてる。何ヶ月ぐらいだろうね。3月に仕事辞めてバイト辞めて、もう去年まで生活保護だったよ俺。今年入ってからはまあ、食っていけるぐらいは稼いでるかもしんない。うん。ありがたいよね。免許あったら、配信の幅広がる。東京で車を維持するって難しいと思うから、原付は欲しいかな。原付は。だから駐車場とかないとさ、大変なのよ。いろいろと。今日やべえな、全然稼げてねえよ、ここ最近。なんでこんな稼げねえんだろう。今日だってさ、こんだけさ、枠やってんのにさ、2000円ぐらいだよ。2000円じゃねえ、1000円じゃん。やば、花火師さん、どこ行ったんだろう、俺の。100万円の家か。安物買いの鉄失いにならないように。いや、ダメだったね、結局。みんな買わない方がいいって言ってた。30万ぐらいでね。うん。不安定じゃないね。ずっと収入は上がり続けてるっていうか、右肩上がりですね。ずっと右肩上がり。月ベースで言ったら。ただね、ここ2、3日っていうか今日は特にひどくて、普通に別に悪くない配信やってると思うんだけど、ひどいね。全然花火一発かな、今日だけで。ちょっと困ってるね。うん。はい、今度は脱いらっしゃい。
なんだろう、給料日前ってわけでもなさそうだし、今月なマンスリートップ10狙ってたんだけどね、結局今何位だ俺、マンスリー、マンスリー20位だ。あー、まあ難しいね、うん、たまたま、うん、まあたまたまだと思うよ、うん、いや待ってるよミュール、ちょっと厳しいな、そうだよね7000円ぐらいだよね、おい、アリーさん、アリーさん、こんにちは。シンゴって会ってみてどうだった？やっぱ面白かったよ。底抜けに面白かった。都内じゃない、大分。もうこの話終わっちゃった、アリーさん。ごめんね、ハリさん。あ、ありがとう。ねえ、怪我したって言ってたもんね。マンスリーまったりね。もうあと2日だから、今月であと50万ぐらい花火が上がるっていうのは現実的じゃないよね。あ、ありがとう、ハリさん。うん、負けちゃったけどね。ありがとう、ペコポコランドさん、ありがとう、花火ありがとうございます、ありがとう、あざす。原付免許は2回取ってるから、多分勉強したらテスト受かると思うよ、うん、原付はすぐ取れると思う。今ね欲しいのがね、アクションカム欲しいんだよね。高いんだよ、6万ぐらいすんだよ、ソニーのアクションカム。誰か買って、お金持ちの人誰か買って。子供は考えてないな、俺は。子供は全然考えてない。まあしょうがないよね。こんな時代に子供産もうっていう方がおかしいよな。うん。うん、若い人は育てらんないでしょ。
ああ、まあ子育ては大変だよな。今年入ってから、およそこの2ヶ月で、今年入ってからでしょ？ちょっと待って。今年入ってから300万いってないよ。150万ぐらいじゃないの？150万ぐらいかな。200万いってないと思うよ。Google だけで、YouTube で10万ぐらいか。10万ぐらいか。おい、ジャニーさん、こんにちは。ちょっと待ってね、今調べるよ。今年入ってどれくらいだろう。多分180ぐらいじゃないの。いや、そんなもんじゃない。計算してみるよ、今。ちょっと待って。大体でいいんでしょ？大体。大体でいい？ 大体ね。あ、こんなもんか。230万ぐらいかな。230万ぐらい、うん、4月末で230ぐらいだね、うん。まあ2000万かかるのもその無理でしょ。子供に投資できないよ。そんなもんかな。230万ぐらいですね、うん。まあ年収1000万もかなり遠いな。頑張ろう。頑張ろう。すごくない？もっと稼いでる人いっぱいいるよ。確定申告大変だよ。そう、そろそろ税理士さんつけないと。うん、回らない。レシートがもうたまりにたまってる。もうやばい。計算も。ちょっと本当に税理士さん頼まないとやばいなと思ってるよ。今月末、今年度末やべえよ。マジで。配信会で誰が一番稼いでる？石川のりこれこれじゃないかな。配信ではこれこれな気がする。これこれ石川の隆起だと思うな。2強だろうね。あと便所さんも意外と稼いでるね。便所さんも、便所さんはその閲覧数で割った時に一番稼ぎの率はいいだろうね。ヒカキンは配信者じゃないからね、うん。まあ働くことはいいことだよね。俺も大好きだよ、働くの。仕事は一生したいね。ねえ、確定申告大変だよね、うん。領収書いるよ。だって経費で落とさないと税金高くなっちゃうの、うん。すごいよね、毎回150個とかね。7万5000円だもんね、それで。
や本当にすごいと思うよ。はい、ワード2、マキロいらっしゃい。いらっしゃい。突っ込まれることない。まあ一応ね、一応。やっぱそこは、つつかれた時にちゃんと取っておかないとさ。一応対策は自分でやっておかないと。何食おうかな今日。あと運動したい。ブクブクに太った。もう T シャツも顔もパンパンなんだけど。やばい太っていく。空量もどんどん増えてるし。太ももパツンパツンだよ。運動しねえとな。お金使う。いや、お金は全然使ってるけどな。金は全然使ってる。光熱費は半分だね。半分。やっぱ、家賃代半分、光熱費は半分でいこうと思ってる。この棚を、その部屋の間取りの半分に仕切ってて、こっち側事務所にしてんのよ。半々でいくね。夏太るね。冬痩せる。キックボクシングのジム通おうか迷ってるんだよね、今。だいたい13,000円とかで行けるから、うん、そうそうそう。ありがとう、ジャスティさん、フォロー。ありがとうございます。身長170、多分体重90キロぐらいまでなっちゃってると思う。あ、キックボクシングのジムだよ。キックボクシングのジムが、1万、まあ安いところだと1万円ぐらいで、まあちょっとするとこ1万4000円ぐらい。バガありがとう、安彦さん。ありがとう。年会費高い。いや、月会費だよ。月会費1万いくらだよ。年間十何万かかっちゃうよね。だったら公園でシャドウやってた方がいいんじゃないかって思う。そうなの ?10 分滞在に1個のアイテム。あ、悪いっすね。ありがとう。お気持ちが嬉しいっすね。頑張ります。
ミニ四駆やろうかな。ミニ四駆やったらかそるんだよな。みんな見たくないでしょ。ミニ四駆やるんだったら他行くっしょ。もうでも仕上げの段階来てるんだよね、ミニ四駆。どうしよう。ミニ四駆枠にしようかな。あ、ゴールドジムでも2万ぐらいしますよ、東京のは。いや、ライズアップっていうか、痩せるのは俺簡単にできるから。だから筋肉を増やしたいの、今。健康的になりたいのよ。痩せるのはだって俺3週間で12キロとか落としたよ。めちゃめちゃ得意だよ、体重を落とすの。あれ今パーツなくなったな。あれパーツが消えた。またなくした。あったあった。のんのはいつ作るのか。のんちゃんが今度作りに来るって言ったけど。あと、ミエルなんか最近、のんちゃんのんちゃんうるさいんだけど。一回一回のコメントで。うん、ミニ四駆やる？やりますか。じゃ固定するのが難しい。こんな感じかな。でもうこっちはだいぶ仕上がったんだよ、ぶっちゃけ、うん、だいぶ仕上がったから、あとはそうだな、これはまあこれでいいか。あとはこっち側を塗装したりする作業だよね。じゃあ、ヤスリ掛けとピンバイスかな。弾丸レーサー。レーサーとか好きで。親父、タミヤですね。働いてる。親父、タミヤですね。働いてるんで、ミニ四駆幼稚園の頃。へぇー。そうだね、無酸素運動。どうやって痩せるんですか。あ、だからライズアップって激しい運動と低糖質ダイエットだから、俺は低糖質でやってたけどね。糖質制限ね。さて、カラーラッカー買ったんだけどね、赤と黒とクリアでいこうかな、うん、赤と黒とクリアで吹き上げてボディは作ろうと思ってる。まあまあ後だな。あと筆ね、これもまだいらない。あとは白で筆入れしようと思ってる。ミニ四駆？種類何種類？どれくらいあるんだろう？知らない。あとマスキングテープ。まだ後だね。で、ネジを買ったと。で、ニッパーも新しいの買ったと。ニッパーが下手ってきたから。よし、ニッパー4つぐらい買っちゃったよね。よいしょ、よいしょ。いじりますか。でね、これをここにつけられるんだけど、これいらないかなと思って、サイド。うん。今のところ必要ないから、これは保存しておきますね。パーツとして。ミニ四駆いいよね。結構みんな楽しかったって言ってくれて、俺もすげえ楽しかったんだよね。調整するのがすげえ難しいんだよね。
あれ、ミニ四駆の大会とかもゆくゆくは出たいなと思ってるけど、まだテスト走行すらしてないから、そっからかな、クリアは。そっからだね。今の子供どうなんだろうね。いや、大人がやるもんでしょこれ。大人が自分の子供にやらせるもんでしょ。そういうもんだと俺は勝手に思ってるけど、お父さんとかが懐かしいって言ってやり始めて、で子供にやらせるもんだと勝手に思ってるけど、あれ、ヤスリ買ってこなかったっけ俺。ヤスリ買わなかったんだ。あれヤスリ1個しかねえな。どこ行ったんだろう。ハイレベル。塗装もこだわりたいよね、せっかくだから。大人、まあそういうもんでしょう。結局大人、男の子はいつまでたっても男の子なんだよ、うん、そういうもんなんだよ。さて、どっから行くか。どっから行こうかね。ねえ、大人のミニ四駆楽しいね。子供たちに負けらんないよね。どうしようかな。こいつを今日は作ろうか。こいつを仕上げていく作業にしよう。綺麗にね、ボディを整えましょう。
地味な作業いいよね。すごい地味な作業だよね。ブレーキかホエール？何ブレーキかホエールって。モカモカ今日スロット打ってたね、嫁さんに内緒でね。大丈夫？ところ削るって言ってもいらないところないんだよな。どうしようか。ホイールシステム、ホイールシステムがわかんない。バカプレゼントありがとうモカモカさん。ホイールシステムがよくわかんないかな。そういうシステムがあるの。削り落とそうかな、どうしよう。どうしようかな。ちょっとね、ここのデザインがダサいっていうのがあって、ここの部分も削り落としたいなとも思ってはいるんだけどね。もっと鋭角にした方がかっこいいっていうか。どうしようかな。難しいよな。
この部分行こうかな、穴開けようかな。どうしようかな。うん、改良しようかなと思ってて。この部分穴開けるべきかどうかの迷ってんだよね。あんまりでも肉抜きって意味ないような気もしなくもないから、無駄にスカスカにしても意味ないかなとも思ってるんだけど。ここの部分とここの部分いらないような気もしなくもないね。どうしよう、削ろうかな。まだ走らせてない。こことここがいらない気がする。あと横サイドをどうするかだな。そうなんだよね、タイ外れよね。だから骨抜きはタイヤのホイールの部分やったんだけど、もうそれでいいかなとか思ってて、あとは塗装かな正直。あとは塗装だけな気もしなくはない。ここまで仕上がったんなら、ゾリムさんいらっしゃい。塗装かな。
塗装かな。ここでやるわけにいかないもんな。塗装ってさ、外でやるもんなの？エンペラー。多分一世代、第一世代ってやつだよ。外で拭き、ねえ、塗装って一日置くの？どれくらい置くと乾くもんなの？俺塗装が下手でさ、昔から。塗装ってどれくらい開ければいいんだろう。そうそう、太郎さんインスパイアだもん、これ。外で塗装やる？外で塗装配信やる？まず黒で拭き上げて、マスキングテープでこうなぞって、で、赤で拭き上げると。で、模様をつけて、マスキングテープ剥がしてツートンにしたらクリアを拭くっていう構想なんだよね。黒。うん、外だと埃つく。家の中でやんの？え、これ家の中でやるもんなの？本気で言ってる？本気で言ってる？ 2 時間の2度塗りか。え、家の中でやんのこれ？本当に言ってる？マジで？マジで言ってる？段ボールで？外でもできるけど、家の中でやるのが普通なの？やったことないからさ、塗装まで。段ボールで箱を作るのか。ちょっと段ボール見てくるわ。ダンボールか。ちょうどいい箱があったな。いい箱があったわ。ダンボールの中でやんだ。ガムテープ、ダンボールのガムテープ、ガムテープがない。ここに穴開ければいいのか。機材ぶっ壊れないかな、大丈夫？大丈夫？機材ぶっ壊れない？
の中でやるの。うん、違うな。やべ、蓋しちゃったよ、マジかよ。カッターナイフ。カッターナイフないか。ダンボール小さすぎる、これ。ダンボール小さい。ダメ？ダメかな。あかん、これじゃダメ。あかんかな。これじゃダメ。この中にこれ入れて、これじゃダメ。家は換気スルーする。これでやったらダメかな。こんな感じでここにピシューって吹きつけるって。どう？ダメ？
こういう感じ。どう？車間、いや、換気はするよ、窓で。ダメ？このいらないパーツをもらうと、モンさん。外でやった方がいい？感じて、どうやってくっつければいいんだろう。これどうやってここにセロテープで支えればいいのかな。ガムテープとかで、どうやって支えようかな。ペーパーで取るよ。薄く何度も乾かして、 OK。 これをここにくっつけようか。とりあえずこういう感じで、セロテープ、ガムテープの方がいいか。あー、一回拭いた方がいいのこれ。吹き上げた方がいいの？ちょっと待って。マニグスクリップ？ないかな。それが全然安くないんだって。これで OK？ これで、ね、OK。 外行くよ今から。じゃあ準備をしてんの。今度拭くのティッシュで。放送できてる？見えてる？もしもーし。大丈夫ですか？ん？なんだ？コメント止まったんだけど。
放送見えてる？見えてる？何これ？ああ、ごめんごめん、いやマイク離れてるだけ。見えてる？じゃあ外行くよ。2時間で乾くのね。2時間で乾くんだよね。行くよ外。乾かすのも外でいいのかな。どこに引っ掛けようかな。マジくっせえ。難しいんだけど塗装ムラになる、すげえむずい。すげえむずいわ。2時間乾かすの？これで2時間乾かせばいいの？え、ダマになってんだけど。え、これどうすればいいの？ダマになってる。え、ダマになったのどうすればいい？え、どうしよう。え、どうしようこれ。タラーって垂れちゃってんだけどどうすればいい？どうすればいいんだこれ。ここタラーってダマになっちゃったんだけど、どうすればいいんだろう。ここどうすればいい。これ、え、どうしよう。
むずっ。どうすればいいのこれ。ダマになっちゃったよ。これティッシュで拭き取ればいいの。黒に黒塗ってるよ。マジかよ。なんでこうなるの。あーなんかムラがすごい。これどうすればいい。ここ汚いんだけど。乾いてから削る。え、二度塗りだよ。薄く塗ってんだよ。マジか。手洗ってくるわ。手も汚くなったから。黒だから分かりづれえな。あー削るって何？ヤスリで削んのこれ。ペーパーで削んの。ヤスリで。ヤスリで削んのこれを。マジか。うわショックだな。色はいいね。黒光りがやばいね。黒光りがめっちゃショックだ。ん？これやり直しってこと？これやり直し？これやり直し？手洗ってくる。ごめんば。ブラは。ごめん、専門用語が何一つわかんねえわ。ヤスリじゃない。IPA 買ってきて、漬け込む。え、溶かすってこと？やり直しってこと？ごめん、全然よくわかんないんだけど、素人でもわかるように教えてもらいたい。専門用語じゃなくて。要はやり直しってこと？でもいろんなところムラになってんな。ダマになってる。ダマに。なんでだろう。ダマになってるよ。塗装が失敗したと思う。嘘。これどうしたらダマが取れるの。参ったな。どういうこと。違くて、このダマにならない方法を知りたいの。のんちゃんはこれシャイニングスコーピオン。のんちゃんこれなんか女の子っぽいクマモンにしたらっつったら、のんちゃんを舐めてるのかって言われた。のんちゃんもかっこいいやつだ怒られた。なんかのんちゃんがなんか、ってそういうの良くないよ、女の子っぽいのにしなよって言ったら、のんちゃんを舐めるなって言われた。ダマ取れないの。どうしよう。ショックだな。マジか。
でも色が全然違うな、ほら。ノーマルパーツと比べると全然違う。やっぱ塗装はやるべきだね。一方向だけスプレーを吹く。そもそも落下なの10秒で乾く。テカリが全然違うもんね。あ、2時間もかかんないんだ。どうしよう。40センチぐらい離すんだ。乾いたら重ねてみて様子見てみるか。あ、これも勉強だよな。でもこれペタッと触ると指紋ついてあーってなるよね。いやでも黒光りかっけえな。黒光りかっこいいね。全然違うね。なんかドレさんがヒサロに行く理由が分かったもん、うん、黒くて光るとかっこええやろっていう、そういうことでしょ。3回ぐらい一応まだ残ってる。全然使い切ってなかったね。だから難しかった。細かいところがなんか全然段差ができてるっていうか。ただ光、その光が全然違う。このかっこいい、うん、まあ、しょうがないか。いや楽しいんだよねこういうの。うん、爪真っ黒だけどね。黒赤だね今回で。イタリアンレッドっていう、その紅の豚みたいなイタリアンレッド買ってきて、最後クリア服マスキングして、うん、でも黒の光り方が全然違くない？すげえかっこいいよねこの黒。黒赤したらいいよねっつって。吹き始めと吹き終わりは特に離して吹いて OK。いやもうね、ほんとシュッシュッシュッって感じだった。シュッシュッシュッって感じ。一瞬ここまで行くのに、それをなんか何方向も吹いた感じ。ダマになってるわ。うん、空気の塊みたいになってるここは。ほんと重ねて重ねてヤスリ掛けしようかな。ギターの塗装とかそれやるっていうよね。超細かいのでヤスリ掛けして磨き上げる。あー、すごいダマになってる。ここすごいダマになってる。これ方向が違うな。下に垂れちゃってんだ。塗装って難しいんだな。サムネ変えたんだ。ダマになりすぎだなこれ。まあいっか。うわ、ダマひどいな。ブツブツがいっぱいできてるよ。え、なにこれ。
すーげえダマになってる。全然ダメだ。ダマだらけだよ、近くで見ると。全然うまくいってない。まあ、遠くから見たらわかんないけどね。ちょっとこれはひどいね。これ塗りすぎってことだよね、要は。そうだよね、多分。のんちゃんのはまだできてないよ。はい、高埼玉、久しぶり、いらっしゃい。バコ。塗りすぎたか。奥が不景なミニ四駆。あ、乾いてきた。光沢感が異常にかっこいいね。塗りすぎだ。20万で買えんの、リゾートマンションが。マジで？マジで？やば。しょうがないからこのまま作るわ。これでいくわ。あとホコリがどんどんついてくるんだけど。なし、うわ、ダマだらけだな、腹立つな。これ触ったらやばいよね、まだ。まだダメだよね。いや、この待ってる作業しんどいね。やってる作業しんどいな。車検は降りるように改造した。こうなった。台湾人かわいい。レベル高いよね、やっぱりね。踊ったりとかね。うん、17流行ると思うよ。セブンティーン。これ何分ぐらい経った？もう。まだダメ？これジャッジはどこですればいいんだろう。塗装が完了したかどうか。こっち側触ればいいのか。あ、終わったっぽいな。乾いてるね。まだ早い。次。まだ早いかな。
塗装面は触ったらダメなんだ。湯たんぽありがとう。うん、そもそも触るなって話か。うん、なるほど。デリケートなんだな。うわー、このダマやだなー。うわー、へこむわー。マジかー、超へこんでる俺今。女子を扱う感じなんだ。奥深すぎるよ。次行ったらダメ？まだ早い？どう？みんな的には。今度こっからこの辺から吹き上げてみるか。ふーっとふーっとね、この辺から行ってみよう。まだ早い？難しいね。ただね、光り方のかっこよさは異常。全然違う、全然違うよ。超かっこいい。だってこれと比べてよ、これとこのこれと全然違う。行っていい？もうタイミング OK？ じゃあ行ってきていい？行ってきて。もう暗いぜ外。じゃあ行ってくるわ。じゃあやってくるよ。
が気じゃねえな。気が気じゃねえわ、ほんとに。そわそわするわ。我が子を眺めるようだよ、まるで。気が気じゃない、ほんと。まあまあまあ、ダマのでかい部分は気になってるけど、気になって気になってしょうがねえわ。まああれだったらボディもう一個買うわ。失敗したら。とりあえず勉強代だと思って仕上げよう。うん。気が気じゃない。なんかでっかいダマができちゃったんだけど、そこは削ってなんとかうまくごまかすわ、ヤスリで。あー。のんちゃん今めちゃめちゃかっこよくなってるよ、俺のマシン。早く作りに来なよ。作りにおいで、のんちゃん。今塗装やってるよ。のんちゃんのマシン、これね。シャイニングスコーピオン。主人公のマシン。俺のはライバルのマシン。これもかっこいいよな。今塗装やってる。のんちゃん作るよ、おいで。今塗装やってんだけど失敗したんだよな。難しい奥が深いミニ四駆。ミニ四駆は奥が深いわ。今から10分後にまた吹き上げに行きます。タイムラグすごい、結構。どう、タイムラグ。じゃあ5秒後に手挙げて。5、4、3、2、1。手挙げお願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20秒。20秒ラグ。やば。何これ。20秒ラグだ、最速。これひどい。もたもただね。なんでこんなラグってんの？タイムラグない？なんかレスポンス遅いなと思ったんだよね。ちゃんと合ってた？大丈夫？ありがとう。あと5分か。あと5分で吹き上げ。ただ外の湿度が良くなかったんだよね。
軽く吹いていくってことね。なんか2回目塗ったら光沢がなくなってたんだよね。そういうもんなのかな。今日湿度が高いからあんま良くなかったかもしれない。晴れた日に塗ろうと書いてある。失敗したかな。様いらっしゃい。誰だろう。ごめん、コテハン変わってないかな。誰だか分かんない。ありがとうございます。じゃあもう一回吹いてくるわ。行ってきます。行ってきます。
難しい。難しいね。難しいね。なかなか、ただいま。ムラになるね。そろそろ、じゃあカッティングシートの出番かな。ツヤ出すなら磨き。磨きは何でやればいいの？ルーターのバフとかでいいのかな？そうそう、じゃあシールの加工に入ろうか。こいつで塗装をするわけだ。ただいま。ちょっとなんか重心が。いや、なんでも奥深いわ、ほんとに。なんでも奥が深いよ。一筋縄じゃいかないね。あれ筆と、あれ筆と、あれがない。マスキングテープが。筆とマスキングテープ。筆とマスキングテープ。あれどこ行った？腕とマスキングテープがないな。あれ？腕とマスキングテープがどっか行った。あ、いた。マスキングテープと筆あった。筆ここか。マスキングテープから行くか。塗装ペース早いかな。蚊に刺された。ポリッシャールーターあるね。ポリッシャー、なるほど。ツヤ出すなら磨きか。今3回重ねた。ちなみに言うと今から2回目の赤の塗装が入るんだけど、ツートンカラーにしようと思ってて、それを今からやります。ルーターあるね。ルーターのポリッシャーの軽いやつあるはずだから、あの磨きの時に相談するわ。多分今日磨きまでいかないと思うけど。貼れば、要はあれでしょ？これを貼るとこの部分が塗装されないっていうので OK だよね。これ、これを貼ってる部分が塗装されないんだよね。合ってるよね。だそれでツートンに仕上げてくんだよね。合ってる。俺の認識合ってる。合ってるよね。OK。ここにステッカーを貼ってけばいいんだよね、要は。こんな感じかな。で、これを作ると。土台と。で、黒く残したい部分をこれを貼ってけばいいのか。黒く残したいところは、ここから行くか。これと黒く残したい部分はこれか。目の部分と
目の部分と。あとなんだろう。あとはボディに直接貼ってった方がいいような気がするな。ボディに直接貼った方がいいような気はしなくもないな。そんな気がする。あ、蚊に刺されたところかゆ。あれ、ナイフがない。ナイフどこだ。ナイフがない。あれ、ナイフ。ナイフどこやった。やば、ナイフ、あんな鋭利な刃物死ぬぞ。あったあった。いや、むずいな、これ。いや、超むずいな。あ、カッターナイフ欲しいな。ダメだ、カッターナイフがないと難しいな、これ。あ、ダメだ、ダメだ。カッターナイフないとダメだ、これ。多分。すげえ、職人技だな。むず。よくこんなんできるな。いや、超むずいわ。あー、ダメだ、もうダメだ。すげーむずい、すげーむずいよこれ。水は、あ、やばいな。動画で見た技法なんだけど、これむずい、めちゃめちゃ。これはすご、あ、ダメだ、無理だ。 あ、できた、できたけど、これはむずい。ああ、ひどいひどい。ああ、ダメだ。いやー、ダメだ。どうすっか。あ、俺には無理だな。むずいな、これ。もうダメだった。どうすっか。むずいな。ああ、どうしよう。むず。ちょっと様子見てくるわ。まあ悪くないかな。あ、ここら辺がムラムラだけどね。あー、ひっくり返った。あー、こんな感じだね。まだ乾いてねえな、多分。
良くない？結構いいよね。結構いいでしょ。今日ここまでかな。今日はこの辺にしとくか。村がひでえな。ぐちゃぐちゃになってる。でやる方がなんか楽そうな気はするけど、もうかっこよさは異様に増したよね。ここの村がな、ダマがやだな。玉が1個できたのは悔しいけどね。塗装奥深いわ。光り方が異様にかっこよくなったね。テカり方が全然違う。その、なんつうんだろう、この仕上がり感というかさ、色を塗るだけでこんなに変わるんだね。その辺のマシンとは一線を画くね。その辺に転がってるマシンとはもう違うよ。じゃあこれ1日かけて乾燥させますか。とこれかた、あー、かたします。これどっかに保存しておきます。
ます。よし、お片付けしよう。片付けします。よし、ただいま。一回枠取り直すわ。じゃあお疲れ様です。一回枠取り直します。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねん。もう